日本進歩党は、終戦直後に結成された保守政党。1945年11月16日に、旧大日本政治会を母体として決闘。その多くが、旧立憲民政党から大政翼3会に移った議員であり、民政党最後の総裁であった、町田忠春を総裁として、幹事長に、鶴見雄介、総務委員に、斉藤孝浦10名、 政務調査会長に大田正隆を認じた。ただ、決闘当初恒例の町田に代わって、陸軍大将の宇垣一世を総裁に擁立する構想があり、国体孤児や統制経済の維持を掲げるなど、帝国憲法大政洋語の主張が強いものとなった。翌年1月の公職追放令によって、町田以下274人中260人が公職追放され、 残ったのは、斉藤高雄総務委員、犬飼健、藍沢博市松貞吉、堀茂らわずか14人の議員だけであった。しかし、同年4月の総選挙では追放された候補者の代わりに新人を多数擁立する。結果94人を当選させるも、日本自由党に次ぐ、第2党に転落した。斉藤らは、民政党やその前身であった、旧憲政界の内閣で、 外務大臣を務めたこともある、茂原喜重郎首相を総裁に擁立することで、茂原内閣の延命を図ったが、猛反発を受けて失敗した。ついで成立した第一次、吉田内閣では、日本自由党と連立政権を構成し、与党に止まった。1947年、吉田茂総裁に不満を抱く足田人とら日本、自由党内の反主流派と、 合同して民主党として再出発を図ることとなった。礼、ありがとうございます。